こんにちは、糸仕事です。この YouTube チャンネルは仕事の毛糸や糸仕事が編んだものや毛糸などをご紹介するチャンネルです。今日はちょっと編んだもの紹介というより1日のブログ的に撮ってみようかなと思います。今日は23日の土曜日です。お店の営業日です。今12時ぐらいで、先ほど11時から編み物教室のお客様が今ちょうど帰られたとこですね。はい、ここは仙台のお店の中なんですが、こちらは明日で開店1周年になります。めでたい。はい、じゃあ今日はですね、また午後ちょっと教室があるんですが、それまで多分ゆっくり作業ができると思うので、まあ、まずちょっと糸を洗ってお昼食べてちょっと編み物してまたいろいろ染めたりしようと思います。ぜひお付き合いください。今日洗うのは昨日染めたこちらのモヘアです。すごい色に見えるけど秋の山の色です。I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my within.もう水が冷たいです。そろそろちょっと給湯器が今壊れててお湯が使えないのがしんどいです。I'm sorry for the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go.はい、今お昼食べ終わりました。いつもこの YouTube でスモールビジネスのチャンネルとかスモールビジネスのチャンネルアーティストの人とか見ながらやってます。はい、あとね、今日はちょっと次発注するものの糸とか針とかちょっと確認しなきゃいけないんだけど、とりあえずお昼食べてお腹がいっぱいなので、もう少し編み物して休憩しようかな。はい、今日はこの靴下を編んでます。この間の動画でご紹介したやつですね。ではお店にいるときはせっかくなのでこの本をね
手元に置いて、コピーとか写真とかじゃなくて直接本見ながら編んでます。はい。ということで今日もちょっとゆっくりしたいと思います。It never rains in California. The sun is always shining right.People are smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get in.In the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. これは私の作業台兼アイロン台なんですが、今ここに乗っているこのモコモコの糸たち。これ 100g なんですけども、これをですね、20g ずつにこう小分けにして、で、今、ここ今2色あって、3、4、5、6、7、8、9、10、10色で、ちょっとミニカセセットにしようかなと思っているものです。ちょっとね、大変なんですよ、結構、これ。ちっちゃくすんの。この状態から、まずこの、大きい玉にして、で、これから今度このニディノディっていう、カセにする道具を使って、まあ、一個ずつ手で巻いていくんですね、こういう風に。はい。で、だいたい 100g ちょっとあるので、これを4つ、あ、25g ずつか。25g ずつ、4つ作って、最後余ったのをちょっと自分用に。たまにするっていう感じですね。まだ2色しか終わってませんが、今日も作業の合間にちょっとやりたいなと思っています。ああ、これだからね、4つずつ10色でしょ。40箇所もこれ巻かなきゃいけないからめっちゃ大変っていう。はい。でも可愛い色染められたので、セットにするのが楽しみです。ブランケットにしたりとか、あと例えばこの中から2色ずつだけとか使ったりしてもいいし、結構人気の商品です。できたらまたショップに載せたいと思います。
今日はこの紫っぽい青とこのベージュ、もうちょっとこれピンクなんだけど今ライトが黄色いので黄色く見えてる、ベージュを巻きました。今この 1,2,3,4 色が終わりました。あとこっちの緑とオレンジと黄色もたまに巻いたので、まあちょっと手が疲れるんで1日2個ずつぐらいしか巻けないですね。なのでまた今度これを巻きます、枷にします。こんな感じです。であと3つ残ってます。なんとなく気分で色選んでるんですけど、なんかこの組み合わせも可愛いし、この3つの組み合わせも可愛いね。こっちの4つも可愛いしね。どれを合わせても結構合うっていうのは楽しいですよね。はい。で、ここにまだ同じ色が残ってるので、まあ、8セットぐらいは作れますけど。手が疲れますね。ちょっとこの緑だけオレンジ混ざっちゃって、ね、これも結構オレンジっぽいところがあったりするんですけど、まあ、それも味ですね。これも結構ムラが多いね。はい。あと10分で閉店ですが、今無事靴下の足の部分が編み終わりました。可愛い模様だな。はい。じゃあここからかかとですね。もうすぐ昨日っていうか前回紹介した黄色いセーターも編み終わっちゃうので、これも最近お店に置きっぱなしにしてたんですけど、持って帰ってこっちを次編もうかなと思います。今日も動画見てくださってありがとうございました。またねー。